市政会の加藤でございます。壇上から一般質問させていただきます。今どうしようかなと思ってたんですけど、実は丸山議員からかなり、熊に対する何ですか、現状とか、性格とか、あるいはその行動範囲とかいうようなこともお話がありましたので、若干ダブルとは思うんですけども、まあ、私の観点からの、まあ、思いを述べさせていただきたいと思います。で、今年はやはり先ほどから話があるように、非常に熊が里に出てきたと。で、なぜかなとこう思うんですけども、これまで放獣された熊が多かったんですけども、今年は捕殺された頭数が70頭近くになってきているということで、なぜこのように変わってきたのかなということをお聞きしますと、昨年春の段階でもうすでに県の方針が捕殺することに変更になったというふうに聞き及んで思われます、聞き及んでおります。ちなみに、平成22年度の放獣が54頭でございましたが、今年はこの放獣と捕殺する件数が逆転して、今まで放獣されたやつが人里に出てきたんではなかろうかと、まあ、町の中にも出没したり、先ほどの木下病院に出没したりということもございまして、これは山の果実が凶作であったことばかりではないというように、私は思いました。市長の12月定例会の朝の中でも述べられているように、金魚の森をはじめとした広葉樹を山に植林する取り組みを進めているとありますが、それらの菌が成長するまでに約30年かかります。で、広葉樹による森林整備の方針もまだまだ浅いように思われてなりません。これらにどこまで本気でやるのかなという思いをいたします。とにかく私としては、今後において、人家近くに出没した熊はやはり突然管理すべきと、来年になってまた元の何て言うんですか、人里に出てくるよというようなことは許されないというように思います。で、この点について今後の方針、いわゆる来年もこういった頭数管理をするのか、そういったことについての状況をお尋ねいたします。それから、もう一点は危機管理の対応からの問題点でございます。先ほどの丸山議員からの報告にありましたように、熊の場合は向こうから見られる、こちらから見れるというところが、なんていうんですか、危険を察知する範囲じゃないか、ないんかなというふうに思います。ご存知の通り、長山町は、市街地に近くて、長山が大きく突っ張り出た、その長山のふもとにありまして、それだけに、熊がうろつき回ることがたびたびございまして、これまで市の方に報告があったかどうかは分かりませんけれども、出会っているというふうなことも聞き及んでおります。先の、県の防災訓練の直前に、長山町で防災訓練の説明会がありましたんですけども、その時に出た話は、やはり長山町近くで、熊による地震事故があったといった背景から、町民の不安を取り除くためにも、長山公園の維持管理のためにも、雑木を払ってほしい、切ってほしいというような声がございました。そう思ってよく観察いたしますと、公園墓地の方は長山少年会が毎年作業を奉して草刈りをしているのですけれども、熊の出没した北側斜面や勝山高校の校門近くは草が茂っていて、何が潜んでいるのかわからない状態でございます。このように獣が潜んでいたり、その発見をしにくいというところが、まずは防災の管理、防災というんですか、熊から身を守る一点じゃなかろうかなというように思います。で、よく見てみますと、トンネル、例えば長山トンネルの下、長山公園全体の草刈りをして、例えば獣が出没しにくい状況にすべきでないかなと、
場合によっちゃ、なんていうんですか、イノシシがあそこを掘ったり、あるいは、もっと大きな、まあ、クマのようなものが歩いた後もグラウンドに残っていることもございます。そういったこととか、あそこの地域は高校が、勝山高校がございますので、非常に高校生が出入りをすると、そういった観点がすれば何が起きても不思議でないというように思いますので、獣が住む場所をなくすということを、まあ、危険を察知しやすい状況にあると状況とすべきと思われまして、住民を防衛するという危機管理の面からも雑木の除去を提案をいたします。以上2点について、まず最初の質問とさせていただきます。前田農林部長。有害鳥獣からの対応について、お答えいたします。平成26年度の熊有害捕獲の、状況は、11月30日現在、目撃、痕跡情報が、123件、捕殺が70頭、放獣が4頭となっております。集落近くに出没した熊については、原則捕殺するという県の方針の変更、これが去年の春になったんですけれども、これにより例年より捕殺数が増えております。今後も県と連絡調整を密にする中で、市民の安全を第一に考えて対応してまいります。一方で熊の餌になるような残骸を放置しない、不要な柿の木や柿の実は早期に処分するといった熊を集落に寄せ付けない対策や、実のなる木の植樹などの対策も重要と考えており、今後市民の皆様の協力を得ながら熊との共生できる環境づくりに取り組んでいきたいと考えております。次に危機管理のからの対応についてお答えいたします。近年熊の生息数が増えていることや、今年のように集落近くでの熊の目撃痕跡情報の件数からも、特に集落近くを生息域とする里熊の生息密度が高くなってきていると考えられます。野生動物の被害対策の一つといたしまして、山際の雑木、雑草などを刈り払い、人と野生動物の生息域を明確にすることは有効な対策と考えております。今年度市は長山公園での雑木の除去といたしまして、松枯れの一部を伐木処分しており、残りについては来年度処分したいと考えております。また長山公園の北側は長山町総年会や市民ボランティアによる草刈り作業も実施していただいております。一方長山公園の南側は現在笹やぶがひどく、野生動物が近くにいても気がつきにくい状態になっています。当公園は市民が運動や散歩、遊戯などに利用する公園であり、東側には隣接して勝山高校もあり、熊等の対策が必要と考えております。今後関係課と協議し対応を検討してまいります。7番。続いては災害見舞い金の支給ということでございますけれども、これまで熊による人的な被害が出ても、自分が被害に遭遇しないように、鈴や、鳴り物やらラジオをつけて散歩しているような状況で、例えば農作業に出ていて、被害に遭った人のことを聞きますと、非常に痛ましいなと思っておりました。
勝山市では災害弔慰金の支給に関する法律に基づき、勝山市災害弔慰金の支給に関する条例を施行しておりますが、これを受けて勝山市災害見舞金支給規則が制定されております。この条例に規定されている災害とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、その他異常な自然現象により被害が生ずることと規定しており、勝山の住民が対象でございます。これを受けた勝山市災害見舞金支給規則では、その目的として災害救助法または災害弔慰金、救助法または災害弔慰金の支給に関する条例の適用を受けるに至らない災害の被害を受けた場合、当該罹災者に罹災者の援助に資するためと規定されております。この、規則の第3条1項の見舞い金の支給要件として、災害の内容が別表に記されており、家屋の被害がこと細かく規定されております。この中の第3条2項によりますと、勝山市地域防災計画に基づく対策室または対策本部が設置された災害の場合に、別表の見舞い金に加算して別表2の見舞い金を加算するという規定が明記されております。そこでお尋ねしたいのは、この防災計画に基づく対策室あるいは対策本部というのは一体どういうものを指すのか。先ほど、熊対策町内連絡室というのが今年の26年の10月14日に設置されたとございます。こういった場合には対応にならないのか、この点をお尋ねいたします。前田農林部長。災害見舞金への対応についてお答えいたします。勝山市災害見舞金支給規則第3条第2項による対策室または対策本部とは、勝山市地域防災計画に基づくもので、勝山市災害防止対あ災勝山市防災害対策本部を設置する場合として3項目あり、1つ目は気象警報が発令され、総合的な対策の必要を市長が認めるとき、2つ目は地域内に大規模な災害が発生し、総合的な対策の必要を市長が認めるとき、3つ目はその他災害が発生し、または発生する恐れがある場合において、総合的な対策の必要を市長が認めるとき、となっております。ということで、暴風、大雨、大雪等の警報、特別警報が発表された場合の対策室、対策本部を想定しており、熊対策、町内連絡室を、想定、しており、おりません。7番、気象警報が出たり、大規模な災害が予想される、あるいは発生の恐れがある場合ということでございますが、勝山市の場合は、いろいろと災害の、少ない中でも、特に雪に対する、なんていうんですか、対策室とか、あるいは雪害対策本部が設けられることがたびたびございます。そういった点から見れば、非常に、なんていうんですか、この熊の場合は、なんていうんですか、それよりも軽いという見方はございます。ただ、この
なんていうんですか、こういうふうな災害の恐れでだけでは、災害の場合は家屋に対する被害に集中しているようで、別に人的被害の場合でもいいのではないかなというように思います。で、原則的にはこういった家屋に被害を受けた人が、別表2に記載される被害内容を、受けた場合に加算されるということで、その、人的被害の中には不慮の事故による3日以上の入院の場合には2万円支給するとなっております。ただこれ、なんていうんですか、こういった人的被害の受ける度合いがあまりにもなんか少ないように私は思うんです。つまり私の言いたいことは、災害による被害は必ず、家屋に限られるものではなく、人的被害にも多々あるように思います。家屋の場合には今のままでの対応はいいとしても、新たな人的なものに対するものも考えるべきじゃないのかなと。災害にもいろいろございます。市の災害弔慰金の支給に関する条例には、災害により死亡した場合に支給する、あるいは、災害障害見舞い金の支給について規定をしております。ところが規則の表示には災害見舞い金という表示で、より詳細な災害への対応が定められておりまして、見舞い金を受け取りやすいものになっているように思われます。そういった観点から今後こういった、災害という捉え方がなかなか難しいんですけども、人的被害の場合にも、対応できないか、再度お聞きいたします。前田農林部長。再質問にお答えいたします。先ほど、熊の人身事故については、現状の勝山市災害見舞い金支給規則による、災害見舞い金の支給対象になりませんとお答えいたしました。そうした中、熊による人身事故にかかる見舞い金制度の事例を他の県でも、調べさせていただきました。そうしますと、広島県において平成13年度より県関係省で構成するツキノワグマ対策協議会が実施主体となり、県と市町で均等に負担し、県内の対象地域で人身事故が発生した場合にツキノワグマ障害見舞い金が支払われております。今後関係機関と調整する中で同様の仕組みが運用できないか検討をしてまいりたいと考えております。7番。私もちょっと実はいろいろ勉強する機会がなくて、時間がなくて、今回原稿はそれほどできなかった事情がございます。そういった面で、ごく簡単な形になったんで申し訳ないと思いますけれども、この災害見舞い金の中を読んでみまして、ふっと思ったのが、いろいろ鳥獣害に対する対応の何ですか、これまでの対応の中にちょっと甘さがあったんじゃないかなと。特に専門家に聞きますと、今更手を打っても遅いんじゃないかな。例えば、何ですか、イノシシの場合なんかは、もうすでにその頭数管理にするまでの臨界を超えてしまって、勝山の地域に慣れ親しんで、減らすまでには至らないと、それだけ頭数が増えてしまったということを言う方がおられました。で、例えば熊の場合においても、先ほど、丸山議員のお話もございますけれども、なんていうんですか、生息するのはいいんですけれども、人里に出ないぐらいの頭数までにすることが必要なんではなかろうかと。
まあ人間の方でも人家の近くに餌のなるようなものやゴミとかそういったものを置かないとか、まあ柿の木を、まあ、あまり置かないとか、自然にあるなんていうんですか、実のなる木をたくさん増やすとかいったことも、大事だとは思いますけども、その辺、自然の中で、頭数管理ができる程度まで、極力、まあ、少なくして、自然体系の動物たちを守るといったことも必要なんじゃないかなと私は思います。で、まあ、先ほどの広葉樹を植えるという運動でございますけども、1丁目や2丁目とてもやってたんで、とてもじゃねえけど何年かかるか分からないと、もっともっとやるんであれば、何百丁っていう形の面積まで持っていかないと、とてもそこまではいかないんじゃないかなというように思います。まあ、今後において、市ばかりじゃなく、やはり市民総ぐるみで、取り組む必要があるんじゃないかなということを痛感しまして、しておりまして、そういった観点から市もあるいは私どもも努力していきたいなということを思っておりますので、そういったことを申し上げて私の一般質問を終わります。ここで暫時休憩いたします。